対局日が決まるのって2週間じゃないですか、うん、だから2週間あったらもう2週間準備する、うん、いつものように0秒将棋を指してる気がしますね。あ、ご飯いっぱい食べる。あんまりしない。6案だったんだよね。なくなっちゃったんだよね。これからどうしよう。70です。瞑想する。結構はっちゃけるかな。はっちゃける。でもね、体やっぱ疲れるから、メンテナンスいきます。メンテナンスいきますカラオケ。まあ相手が気分よく帰ってもらえたらいいなって思う。私はだから辛口、結構辛口です。10はある。10何面とかだと思いますね。安江ですね。私の父の師匠になって、それで縁だったんですけど、まあいろいろ決断するときに優しく背中を押してくださったりだとか、まあ、時には、まあ、厳しい言葉もかけてくださったりとか、なんか本当にいい先生でよかったなって思ってます。取りたいです。諦めないこと、最後まで。あ、何回もありますね。たくさんの人ですかね。普通の女の子じゃなかった。一国、礼儀作法だとか、相手のことを読み取る能力、相手が何を考えているか、楽しみの一つ そういう時どうやって立ち直ってましたか？本当にやめてやるって思ってプランを考えるけど、あんまいいプランが思い浮かばなくてやめられない。なるほど。じゃあ、ももちゃんうなぎ行くよ。将棋飯注目される前からずっとなんかうなぎ、なんかタイトル戦とかなんか頼んでたようなイメージがあったから、なんかきっかけってどんな感じだったのかなと。きっかけはね、あのね、兄弟子の永瀬さんがお昼食べるの何がいいですかって聞いたら、うな重がいいよ、うな重と肝水つけるといいよって教えてくれて、本当にその言葉通りその取って取らせていただいて、食べたらすごく美味しかったんで、真似は張りますけど、あの たくさん食べたいなっていうふうに思ってますね。で、結構プライベートでも、あの藤本さんの方にお邪魔させていただいたりとかって、やっぱりうなぎ好きなんだな。本当に野生一門、さっきお話あった通り、あのすごいたくさん棋士の方がいて、でも皆さんすごい優しい先輩ばっかりですよね。でも結構皆さん、あの個性豊かな方々なので、あのまとまりはそんなないと思います。初めてタイトルを取った時、李光輝女流棋聖なんですけど、その時のお祝いを一門でしてくださって、時計をいただいて、皆さんからそれがすごく嬉しかったです。認めてもらえたじゃないけど、あ、確かにそういう気持ちがあったんで、あの時本当嬉しかったです。そうですね、でも最後まで、ね、どうなるか分かんないのが将棋だと思うんで、逆転のゲームですね。そうね、本当に将棋もね、すごくこう、なんだろうな、手厚く構えて、もう本当に最後まで諦めないっていう、すごいそれ現れてる将棋だよね。ありがとう。あ、中国は、まあ、結構前から記号に書いてるんですけど、ね、決してあの せめて苦しむわけじゃなくて、苦しみもがきながらも一生懸命頑張るっていう意味なんですよね。だからなんか地先進よりちょっと強めの言葉かなっていうふうに個人的に思ってて、まあ、それが自分の将棋にも現れてるかなっていうふうに思ってます。まあそうだよね。だってこう、まあ、ももちゃん勝利とはってこうなんか楽しみって言ってくれたけど、実際はね、本当苦しいことも本当にいっぱいあるもんね。でもなんかそんなにこうやっぱりね、たくさん苦労も人一倍されてるけど、やっぱ楽しいって言えるところもなんかすごいももちゃんの素敵なところよね。やっぱり公式戦迎えて、その検討し何も考えてない手が飛んできた時に、なんか、まあ、自分のその一瞬自分の価値観と外れちゃうわけじゃないですか。そんな手あるのってなって読み進めていくと、いい手だった時にはなんか相手強いなってまず思うんだけど、その後はなんか自分もうまくこの手に対して返したいなっていう気持ちがあって、手を探していくわけだから、それがすごく楽しみ。
うん、本当に何だろうな、何だろう、すごい将棋やっててやっぱりこう相手が変わったり、同じ相手でもこう毎回こうぶつけ合っていくものが変わっていくのってなんかすごい不思議だし、すごい、うん、なんか続けてって楽しいよね。そう、楽しい、うん。なんかでも本当に何だろうな、ももちゃんはだから研修会のこんなね、私たちもちっちゃい時からこれじゃ分かんないか、ちっちゃい時から知ってますけど、うん、なんかこう今もこうなんか話してるのもね、なんかすごい嬉しい感じ、うん、嬉しい。なんか私ね、まのちゃんちょっとなんかいろいろさ、やっぱ行動範囲が広いからさ、遠くに行っちゃったように感じたけど、今こうしてなんか一緒にお仕事させてもらったりとか、それがすごく嬉しいです。キュンキュンときます。ありがとう。またあのなんかこうね、こうも話せるし、でもこう対局でぶつかった時は本当に正面からね、うん、あの使ってるのをこう見ていただけたら、そうですね、嬉しいなって思います、うん、はい、よろしくね、その時はよろしく。これからもよろしくお願いします、はい、ということで、加藤桃子女流三段でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いつも加藤桃子を応援してくださってありがとうございます。そうです、3月に奨励会大会になって4月に女流棋士と、まあ、結構切り替えも早くスタートとなりましたが、これからちょっとどうなっていくのか自分でもよく分かってない部分もあるんですけど、とにかく今は楽しめたい気持ちが多いですし、たくさんのこと、いろんなことに挑戦していきたいので、はい、また温かく見守っていただけたらとても嬉しいです。あと、いつかタイトルを取り返しに行きたいです。はい、ありがとうございました。